名前はしおりで、年齢は19歳で、服飾学生しています。今日のコーデはサファリパークをイメージしてたくさん動物を使いました。一番気に入ってるのがこの60年代のタッチコートで、結構透け感があったりしてレイヤーとしても面白いタッチコートです。でネクタイはバックトゥーザフューチャーの日本付けの衣装にインスパイアされて2本付けました。あとはジームパンクの腕輪がお気に入りです。身長が低いのでスタイルが悪く見えがちなので、必ずウエストマークすることと、あとはヴィンテージのランジェリーが好きなので、ヴィンテージのランジェリーをどこかに入れるようにしてます。好きなブランドはたくさんあるんですけど、アレクサンダー・マックイーンとアンドヌ・ル・メステールが好きです。好きな系統は結構自分系統に関係なくいろいろ着るので、好きと思ったものが好きって感じです。結構構築的なデザインとかが好きなので、マックイーンとかは結構いかつい方とかああいうデザインが多いから好きです。学生であんまりお金使えないっていうのもあって、1万円くらいですね。3桁の洋服とかをしっかり準備して探して掘り出し物を身につける感じです。おすすめのお店は原宿にあるシュリーっていう古着屋さんと椿座っていう古着屋さんが好きです。と居酒屋とジビエ料理のバルで働いてます。使ってる財布はヴィトンのなんかちっちゃい財布で、これは小学生の時に親からもらったもので、ずっと使えるものを持っていてほしいっていうことでこの財布をもらいました。今でもまだ全然使います。地元が福岡なんですけど、やっぱり人が多いなって思うので、路線が多いので乗り換えが本当にアプリがないと自分全然できないです。仕送りは親から一切もらってなくて、学校始まる前と学校終わった後にバイトを詰め込んで、それでやりくりしている感じです。課題にもよるんですけど、大体10万円あれば大丈夫かな。大陸さんと、あとは圭介吉田さん、コロナ値段で最新のファッションを着れるっていう意味ではものすごくいいと思います。バンタに入学したきっかけは、座学よりも実技が充実してるなと思って、自分はなんか教科書を見て知識を入れていくっていうよりも実際に動いて体で覚えたかったのでバンタを選びました。在学中にブランドを作ることです。いい意味でも悪い意味でもほったらかしというか、自分の力で何とかしないとっていうところがあるので、そういう意味ではどんどん自分で道を切り開いていく力がついていくなと思うのと、辛い点では受け身だったら本当に何も吸収できないので、どんどん自分で道を切り開いていって進むことが大事だなと思います。洋服を作るよりも売ったり方に興味があって、あとは古着屋さん開きたいっていうのでバイヤーの勉強できたり、自分のショップの作るプロデュース力とかを学んだりできるので、その学科を選びました。選択して良かった点は、学生中に私は渋谷パルコとかでもプレゼン通ったら自分の企画を持ち込んで出展できるっていう、学生のうちに実際に自分のブランドを動かしていけるっていうところがとてもいいなと思います。学校がない日は映画を見てダラダラ過ごしてます。
とか考え方っていう意味では親の影響すごく受けていて、親がすごくポジティブ思考なのであまりマイナスに考えない。洋服とかは、きなぎくとかビオレッタっていう映画が好きで、そこから結構インスパイアされました。卒業後は、とりあえず一回海外に行ってみたいなと思ってるので、海外で生活して、まあそこの土地の民族衣装とかをちょっとマイングしたいなって思って。最初は誰でもみんな、何も知識がなくてスタートの時点でのレベルはみんな一緒なので、ここからどれだけ自分から行動できたかっていうのが大切になってくるので、こうしたい、あれがしたいっていうことがあったらどんどん先生とかに発信していったら機会もチャンスも増えるので、どんどん自分信じて突き進んでいってください。将来的にはこじんまりとしたこだわりをたくさん詰め込んだハウルのお部屋みたいなごちゃごちゃした古着屋さんを開くのが夢で、あとは、まあ、自分のお葬式をプロデュースしてみたいなと思います。好きな食べ物は砂肝と牛タンが大好きです。今自分でアムソン東京っていうブランドをちょっと今立てようと頑張ってるので、今からどんどん T シャツとか作っていくので、よろしかったらインスタグラムもあるのでチェックしてみてください。We'll be right back.